ちなみに月光さんはちょっとさっき、はい、今のちなみに検証結果なんですけど、ってことで数字上はこのような結果になりました。ってことでね、このような結果になりました。今の結果はまた詳しく後で言うんですけど、まあ今僕ら結構ね無理してます。本当は、まあ、CRC であったりこういうステンコロリンっていうスプレーを使ったら楽になると思います。ってことなんで、ステンコロリンを使ったら何秒ぐらいになるのかっていうのをやってみます。開けてる時にずっとスプレーを誰かが振りながらとかいろんなあれがあると思うんですけど、今僕一人っていう設定なんで、もう先に振っとく、こんぐらい毎回振っときます。月光5からいきますね。いきますよ。はい、レディーゴー。7秒、約1秒ぐらいは短縮できたのかな。そんなでも劇的には変わらんな。いいっすか。はい、次タロちゃん5ね。はい、ゴー。6秒ちゃいますもんね。うん、多分6秒で。6秒だよね。うん、だね。タロちゃん5ミリすごいな。ねえ、タロちゃん5ミリ、めちゃくちゃ切れるね。ちなみに月光さんはちょっとさっきかけ軽くかけたっぽいんで、開けきれるかわかんないですけど、あの僕が下手くそしたんでかけました僕の経験上ではまだいけると思います。それぐらいでいけるね、うん、いきますよ、レディーゴー。そうです、まだ切れるんですね。13秒。ちょっと早いね、やっぱ。やっぱりステンコロリンってちゃんと効果あるんですね。すごいしますね。こんなに1000円もかけてと思ってましたけど、ステンコロリン解説しとくと、僕会社でもごく稀にね、あのメインはステンレスやらないんですけど、たまにするんですよ。 M16 のタップとか切ることあるんですね。だいぶでかいですね。すごいですね。あの直立ボール盤っていうね、めっちゃパワーあるボール盤でやるんですけど、はい、似たようなやつの他のメーカーのやつ試したことあるんですよ。切りくずの温度が違いました。こっちの方が熱くないんです。やっぱり冷却もちゃんとできるし、切削抵抗が減ってるんで、やっぱこのスプレーはめちゃくちゃ効果ありますよ。優秀ってことですね。優秀ですね。他の安いものをやったらそれなりでした、うん、まあ2000円するから物としては高いけど、霧の耐久度とかいろんなコスパを考えたら元取れちゃう。そうですね、っていう考え方ですね。さすがにね、あの豆腐って書いてない、表に書いてる、一番前の上。あ、そうそう、このキャッチフレーズ、ステンレスが豆腐になりましたってね、さすがにこれは言い過ぎやけどもあのステンレスが鉄ぐらいの感覚にはなると思います。確かに、うん、今鉄開けてる感覚ですもんね、うん、こっちに塗ってないかな。さあ、タロジュちょっといいとこ見てますか。はい、頑張ってください。じゃあ、いいですか。はい、レディーゴー。さすがにやっぱちょっともうしんどくなってきてるかなちょっとしんどくなってきてますね。30秒かかっちゃいましたね。前が19秒。僕の5杯の方は、勝負できたってことやね。うん、そうですね、5杯はなんなら勝ったっすね。ちょっと勝ってますね。はい、今のちなみに検証結果なんですけど、月光とタロちゃんの5倍。まあこれ3人のプラマイやったら、タロちゃんのがマイナス4秒。で、3人でやったから平均したらマイナス 1.3 秒。タロちゃんの5倍の方が早かったかなと。で、ちょっと10倍になりますと、月光さんの方が3人でマイナス27秒。で、3で割ったらマイナス9秒。まあマイナス9秒、月光さんの方が早かったと。で、まあ例外で、ステンコロリンの場合は5倍に関しましては、タロちゃんの方が1秒早かった。10倍に関しましては、月光さんの方が17秒早かったってことです。ってことで今ね、秒数に注目してやってみたんですけど、やっぱ僕ら現場ではいろんな大量に投げたりするんで、やっぱり耐久性とか、長持ちっていうのも大事になってくると思うんですけど、その辺もせっかくやから今日検証したいなと思うんですけど、どうですか？そうですね、あの正直数開けてみないと分かんないんで、まあ10発開けるか20発開けるか分からないんですけど、どのあたりでバリが大きくなってくるかとか、まあ欠けてくるかみたいなのを見たいので、ちょっと連続でね、鼻開けしてみたいなと思いますね。で、耐久力のところで一つだけちょっと違うことがあるんですけど、月光ドリルだけじゃなくて、一般的にステンレス用って言われてるやつはコバルトハイスってやつを使ってるんですね。
コバルトって書いてあると思うんですけど、ハイスの中でもコバルトハイスってやつを使ってます。これは鉄鋼用の、こういうやつは普通のハイスって言われるやつなんですけど、コバルトハイスの方が、まあ、耐久力があると思ってもらったらいいです。摩擦に強かったりとかっていう部分でコバルトハイスの方がいいんです。で、僕が今回取り入れたのは会社にいいコバルトハイスの方がなかったので、そのハイスでやってます。なので耐久力では確実にコバルトの方が強いので、もしこれでこっちの僕の手取りのやつが勝てば圧勝って言えると思うんで、その辺もちょっと比較してみたいと思います。あと、連続で穴開けすると温度が上がってくると思うんです。で、ステンレスの加工、まあ、だけじゃないですけど、穴開けには温度がなかなか敵になってくるので、ユウさんが持ってたこれ、ね、温度測るやつでどれぐらいの温度まで材料とドリルが温度上がっているかっていうのもちょっと見ていきたいと思います。今から12発ですね、このように用意しました。で、まあキッチンもね、同じ、ほぼほぼ同じですね。そうですね、になってますんで、僕の方が自分のマキタさんのやつで、こっちが月光の5倍で、谷川さんがタロちゃん切りマイ充電ドリル、回転数で言ったらこっちの方が10早いぐらいですかね。ちょっとだけですね、ほぼほぼ一緒のやつということで、ってことで、まあこれは速度とか関係ないんで、まあほぼほぼ、はい、早回しになると思うんですけど、開けていきます。で、タロちゃんの方が別撮りで温度を測りながらやってくれるんで、じゃあやっていきましょう。あ、でもその見分けが正解ですよ。そうだ、うん、マックスの方がちょっと見合いと、僕の方全発は開け終わったの。今何ですか？134度か。今のところ130。ちょっと冷めてきたけど、さっきが30ぐらいですね。今、こっちは130度ってことで、あ、130ぐらいある感じします。そう、今100度ぐらいですね。よっしゃ、こっちはこっちの方は、こっちもね、今開けた後はね、200。200？ うん、先端温度ね、結構いってんな。ちなみにそれ、触れるんかな？触れるけど、あったかい、うん、こっちは熱くないかな。もう、あ、でも一緒ぐらい？あ、これ、うん、霧は明らかにこっちの方が熱いかも。まあ、こっちの方が熱いね。まだ100度を切ってないですよね。今110ぐらい。あ、ちっちゃい。こっちはもう50度ぐらいの差だったな。冷めたんですね。うん。ってことで検証ありましたけど、まあ、タロちゃんさんの個人的見解ってことで、どうでした？今やってみて、温度とか。正直ね、どっちがいいとか悪いとかっていうのは言い難いですよ。月光の方がちょっとドリルがね、先端かけてしまったりとか。ちなみに見せてもらいます？はい。こっから見て、こっちが月光ですね。こっちますね。右が月光、左がタロちゃんの方。まあ、ちょっとこれね、カメラやから見にくいけど、月光の方がちょっと欠けてるっぽさはあるかな。同じ数開けたとは、まあ、思えないぐらいの形の違い、ボロボロになってるかっていうとか違い出たんですけど、刃先温度をね、測ってみて、一番最後の穴を、この段階で見たときに、結構50度以上差があって、月光の方が熱くなかったんですよ。こっちのハイスの手取りの方が200度ぐらいあったので、温度で言うと月光ドリルの方が消えてたんで、いいと思うんです。貫通側のバリを見た感じも、まあ、そんなに差がないぐらい、まあ、同じぐらいのバリが出てるっていう感じだったので、正直優越はつけがたいなっていうのが今回の検証結果になりますね。ただね、ちょっと個人的に10杯が全然負けたのが、ちょっと悔しいので、ゆうさんもう一回10杯チャレンジしてもいいですか？そうですね、僕も倒したいからですけど、やりたいですね。せめてね、同じレベルのとこまでちょっと行きたいのと、僕今日10杯の月光を見た初めてやったんで、結構強と違うんだなーっていうのがあったんで、うん、もう一本後で作らせてください。グラインダーちょっと借りて、はい、今から作ります。ってことで、5倍の方は太郎ちゃんの切りが、まあ、秒数で言ったら勝ったかなと、10倍の方がちょっと差が出てしまったかなということでおっしゃってたように、次、比較動画編やるつもりだったんです。もう一度再チャレンジ、うちのあの卓上グラインダー、前みたいに研いでもらってやってみます。太郎ちゃんの方は木工 DIY とか YouTube もやってまして、切り研ぎやっぱり僕ら電気アイル全然うまいと思うんで、相談とかね、切りの研ぎ方とか僕だったらちょっと答えれないと思うんで、気軽に DM でも、はい、YouTube のコメントでもインスタとか YouTube の方から連絡いただけたらご相談とかお受けいたしますので、またよろしくお願いします。じゃあその辺はね、概要欄に僕 URL とか貼ってますんで、ぜひ遊びに行ってください。で、今日出演してもらった谷川さんもインスタ貼っときますんで、ぜひ遊びに行ってください。ということで、引き続きお楽しみください。ありがとうございました。
得意がないっす。リベンジさせてもらおうかなと。はい、レディーゴー。とりあえず面白くしたいっす。元気やご。